ボール割れたっすか。うわーやばっ、マジで。あーいった。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、向こうです。奈々です。よろしくお願いします。お願いします。はい、奈々ちゃん。はい、今日はですね、新年一発目の奈々ちゃんと撮影ということでちょっと神々なんですけども、いやちょっとね、今日はですね、あの昨年コラボさせていただいたね、最強バッターに来ていただいてます。はい、早速呼んでいきましょうか。はい、キヨさん、カモン、キヨさん、キヨさん、おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。京都育弘さんです。よろしくお願いします。お願いします。京さん、久しぶりですね。久しぶりですね。あれ、何月にコラボしたんだっけ、去年。あれ、暑かったっすよね。あったかかったと思います。なんか夏の真夏ぐらいに多分コラボしたような気がする。そうですね。で、動画2本出ていただいて、はい、でその後すぐに奈々ちゃんがホームラン打ちました。ありがとうございます。清田さんの指導の賜物で。本当にあれ、でも本当にレフトスタンドに放り込んだよ。いや、本当に入ったんですよ、清田さんの指導で。いや、本当に。いやちょっとね、その週にもう、そう、すぐで、すぐもう LINE してね、はい、清田さん打てました、はい、すごいですよね。で、清田さんはその時やっぱ嬉しかったです。嬉しかったですけど、はい、でもいや、すごいなって感じです。なるほど。あの日からこの子めちゃめちゃ調子いいんで。調子いい、絶好調。公式も軟式も絶好調。で、今日はですね、ちょっと清さん、新年一発目なんですけども、軟式バット使ったことありますか。僕は少年野球までしか軟式をやったことがないので、はい、あれってことはビヨンド知ってます。ビヨンドとか使ったことないんですよ。今日準備しました。準備しました。ちょっとあの伝説のバッター清田さんに軟式打ち比べをしていただきたいと思います。忖度なく清田さんにちょっと打ち比べていただいて、もう公式ですごいのはもうみんな多分知ってますので。いえ、はい、清田さんは軟式でどういうバッティングをするのかと、うん、はい、ちょっといろいろ検証していこうかな。はい、よろしくお願いします。まず一発目です。よろしくお願いします。お願いします。よし、それでは動画をご覧ください。よろしく。あれ、忘れました。はい、清田さん、はい、あの今日カメラマンで中学生呼びました。よろしくお願いします。はい、ちょっとあの向こうずやばいチームなんで、はい、中学生をカメラマンにするっていう。まあでもこれも社会科見学の一環として。ただ、めちゃくちゃでかいですね。あの中3で小5ぐらいからもうあの動画出てくれてて。あ、そうなんですね。お兄ちゃんがちょっとあの有名な子役みたいな子で。そうそうそう。野球お笑い高校生っていう。その弟です。今日はあの清田さんをあの勉強させてもらいますので、イエーイ、よろしくお願いします。今日寝起きです。あ、一番じゃ軽めのからいきますか。これが一番軽いですね。これ、ローリングス、はい、軽いな。いつも振ってるバットって何グラムですか。僕880とか70。じゃ多分これ670なんで。これ女子用にあの買いました。軽い、はい。え、これどれが一番飛ぶと言われてるんですか。一般的にはあ、もうそのバッターによりますね、なるちゃんね。そうですね、はい、バッターによるので、はい、もし清さんがこれとかで飛ばしたらちょっと軟式野球のあれが常識が変わっちゃうんですけど、ちょっと楽しみです。これが、2番目に軽いやつです。全部売れたんです。で、これが MM18、はい、SSK です。これ重いですね、ちょっと。これちょっと重いです。はい、740です。SSK さんが出した水野に対抗するバットです。はい、今全部こういうやつなんですか。もう主流になってきましたね。あの手痛くならないです。飛ぶんですか。あ、ちょっとそれは打ってからの楽しみだよね。はい、水野のレガシーですね。1本49,500円します。え、これ。これマジで。これガチです。5万。はい、もう5万です。あのもう買えません。はい、とんでもないです。これとこれは一緒ですか。色違いですか。これ限定品ですね。あの83センチのちょっと軽め短いやつ。長さ違うの。そうです。で、赤がちょっとあの85かな、85センチですかね。一番もうあのホームランバッター向けのやつです。こっちのがやっても重さがあって、僕はやっぱ。あ、本当ですか。詰まったのかな。痛い。うわ、潰れてた。
や、軽いなやっぱ。しかもこっちの方がファウル少ないです。そうっすね。なんでよ。だから多分潰れるんじゃない。ここでちょっとグーッとなるんじゃないですか。確かに確かに確かに。早い。振るよりなんかちょっとこう当てに行くぐらいじゃないと前飛ばないですよ。そうですよね。木製フラー打ってると全然違う。そうですね。なんかその開いたとかないので。久々にこんなバット来た。全然違う。柔らか。意外に当たんないですよ。カメラ。そうそう。こんだけなんかやってる。打った後の感触が軽いですね。そうなんですよ。全然痛くない。これが難しいです。詰まってホームランス。むしろ詰まるぐらいがちょうどいいですよ。確かに。Thank you.
ちいいですね。これです。ナイステナイステナイステボールやっぱ止まんの結構きついっすよ。あーっと京さん、はい、どうでしたか軟式初打ちということで、はい、正直どれもやっぱ今まで打ってきたその木の感覚と全然違うんで、はい、うん、なんかめちゃくちゃこれがいいとか、はい、よくわからないです。おお、はい、で今日ボール割ってましたね。ボール割れましたね。あの割れるんですね。いや、なかなかないですね。でも聞いたことなくない？なんかもう切ってんのかと思った。向こうズでも割れたことはないですね。あ、本当ですか。割れたボールをあの来て打ってしまったっていうのはあるんですけど、あのボールを割ったのはケオスさん初めてです。いや、ありがとうございます。あの6年7年の向こうズの歴史の中で、はい、ケオスさん割れた分は寄付してください。メルカリで売ります。メルカリで売ります。いやでもやっぱりあれですね、軽いバットと一番重いバット、はいはい、やっぱでも打球全然違いましたね。そうですね、うんうん、軽いバットはやっぱスイングがその分やっぱ速くなるんで、はい、あのファールが増える、はい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 、かなって僕は思います。確かにそうっすね、はい、僕あの木で振ってる時とかは本当スイングを速くするっていうイメージは全くないんですよ、うんうん、ゆっくり長くっていうゆっくり、はいはいはい、ゆっくりイメージなんで、はい、軽いバットを振ってしまうとなんかバンって振れちゃうんで、あ確かにピョッなんかね、はい、確かに確かに確かに、あのファールが増えるかなと思います。やっぱこう重くて長い方が自分のイメージと近いスイングができるかなと思いますね。なんかあれっすね、もうボクシングっぽいっすよね。なんかフライ級のめっちゃパンチ速くてこうなんか切るようなやつと、はい、ヘビー級のこうブーンって、そうですね、なんかそういうイメージっすよね。確かにね、そうですね。なんでいやでもあの今日さ打球やばかったっす。ちょっとこれ今日室内なんですけど、はい、まああの新年なんで、はい、ちょっと次回ちょっとグランドで見たいっす。確かに。いやいや多分そんな飛ばない。いやいや多分100やばかったよな。アキラ、アキラどうだ、アキラ。いや、普通にもう120ぐらい飛んでいっちゃった。いや、ねえねえねえ。いや、練習しておきます。いや、でもな、結構あの、打ち方ってどうでした？なんか打ち方は、やっぱ公式ボールは、はい、僕は上からちょっとこう、上から叩くイメージを持って、はいはい、ちょうどこう入ってくるようなイメージなんですけど、うんうんうん、軟式ボールは、これのイメージだとやっぱ切れちゃうんで、はい、最初からどっちかというとこう、うんうん、線で入れてくるというか、はい、まあ、ちょっと変な意味で言うとアッパースイング気味に振るようなイメージを持っている。あ逆にじゃあ公式はアッパーだと、僕は公式は、はい、あのボールを上からこう切るようにで回転、はい、バックスピンかけて、綺麗な回転をかけて、あーはーはーはー、じゃあもう全然打ち方が違うという。そうですね、で変えてます。で変えないと打てない。すごいあの短時間でね対応できんのか。ちなみに詰まってもホームランになるんで軟式。いや、ちょっとねあの僕らもやっぱ参っちゃうんですよね。なんか軟式やりすぎるとなんか飛んじゃうね、錯覚というか勘違いしちゃって、でこの間僕もやっぱ公式あの木製でやった時に、はい、いや全然飛んでないじゃんみたいな、そういうことが起きちゃうんで、なんかこうなんかもどかしいというか、軟式では今のホームランなのになみたいな、なんかバットに頼ってんのかなっていう。あでも、はい、バットが飛ばしてくれてるとは思いますね。はい、いやだって1本5万円するバットですから、それは飛びますよ。そうですね、これは飛ばなかったらね逆にね、はいはい、そうかそうか、だからちょっとやっぱ僕も今年はあの公式挑戦して、はいはい、まあ、でもしっかりしたスイングをして両方打ってれば変わらないんじゃないですか。ああ確かに確かに、はい、あのちゃんとしたスイングだ、これバットに頼らず、うん、しっかり自分の体がしっかりスイングできれば、確かに確かに、公式で打っても軟式で打っても飛距離っていうのはその変わらないかなと思いますけど。ド正論です。京都さんあのインスタグラムもやってますので、あぜひぜひぜひフォローのほどよろしくお願いしま す, お願いします。それではじゃあ次回対決でよろしくお願いしま す, お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、京都さんのねバッティング、目の前で見させてもらいましたけども、ちょっとアキラどうだった？いやでもなんかちょっとレベルが違いすぎるな。本当に新年早々こんないい機会ないし、この後戦いましょう。はい。